コールドレンが海外のバンドをゲストに迎えるツーマンライブシリーズラウド・オー・アール・ナッシングを5月に始動させる。彼らはこの企画の第一回としてアメリカのロックバンドクラウン・ザ・アンピールを招いて5月7日に東京リック・ウィドリウム翌8日に大阪梅田トラッドでライブを開催。イベントの特設サイトでは 本日2月6日に、チケットの先行予約がスタートした。